センターフォワードはリーグ戦でずっとロペスさんが出ています。そしてトップ下、まあいわゆる下がり目のフォワードって言った方が正しい気がしますけど、ここは西村拓真さんが務めていますと。 で、ほぼここリーグ戦をもうこの二人が主力というかやってるんですよね。本当はただマリノスって去年のマスカット監督のやっぱ采配とか考えると、ローテーションでやっていきたいっていうのが軸だったはずなんですが、あの、やってきた、長崎から来た上中さんとか、あとは大卒ルーキーの村上さんとかがあまりこう絡めてる状況になく、えー、ロペスさんを変えるというふうになったら、例えば西村選手を一列上げるとか、そういう手段でやってるんですよね。 だから、上中さんよりも西村さんだということになってるので、できれば、センターフォワードか、いわゆるロペス、西村、どっちかの負担を軽くする、できるような J1 の経験のあるフォワードを一人え、取っておきたかったっていうのはあるんだと思います。でそれで、今まで例えばマリノスにいたことがある人とか、まあそういうネットワークを張り巡らせたんだろうなとは思われるんですよね。 で、じゃあなんでロペス西村だって他のチームだったらこそこだって固定でやってるチームあるじゃないかって思われるかもしんないけど、やっぱりローテーションで基本やってたチームだってあるのと、それプラス、やっぱ今回、えー、西村拓馬選手は、えー、森安ジャパンに呼ばれました。森安ジャパンに、まあ今回だけだったらとかならまああれだけど、やっぱ呼ばれ方的におそらく次もあるんじゃないかと俺はマリノスサイド踏んだんだと思うんですよね。 ってなると、各代表戦だから3月の今回、次6月とかでしょで、あと次9月とかあるけど、後半なんて ACL あるわけじゃないですか。そう考えると、西村拓馬がいませんぞ。ロペスの交代後は誰だまあ、そこまでに上中選手とかがハマってる可能性あると思うけど、ただ現状そういうね、あのー、そういう希望的観測だけでチーム運営するなんて、やっぱ優勝チームやるべき行動ではない。そうなった時に、 誰か代役ってのは必要だよねってことはあった。だろうなと思います。